この作品に関しては全てのページで印象に残ってるんですけど、だからこのページ一つって言われると非常に困るんですが、この間で言うとこの16ページ、これは30年後に書いたんです。この本のために新たに今の絵で書き下ろしてたので、当時の絵に近づけるために苦労しましたね、すごく。これがね、本番の時はその37年前に少年ジャンプに乗った時は途中で締め切りに間に合わなくて、5ページしか載ってなかったんですよね。それでこの総集編を出す、コンプリート版を出すにあたってそれを全て新たに書き直したんです。それで、今の方が絵がすごい上手くなってるから当時よりね、その上手い具合に下手に描くっていうのが苦労した。だからこうしてこう一冊見た場合、ここだけが 4,5 年前に描いたやつで、全体の違和感が出ないようにこうなんだろうな、ちょっと 荒っぽく描いたっていうか、そこが一番苦労して何度も描き直してこの当時の絵にならないんで、そこがすごい苦労したけど、非常に楽しい仕事だったんですけどね。自分の何て言うんだ、そういうの、自分の模倣っていうかをするのが楽しかった。この当時はペンとつけペンですね、全部で。今はつけペンではなくてミリペンっていうかな、なんていうの、ミリペンってなんていうんだろう、ロットリングみたいなので書いてるんですけど、当時はつけペンでこう書いてたから、今回この書き直す時もその当時のつけペンを引っ張り出して当時のままの環境で書きましたね。それがまた楽しかったんですけど、面倒なんですよ、いちいちこうペンを拭いて、ペンがすぐダメになるし。でこういう印刷の網点も今はパソコンでやるんですけど、この当時はこう貼ってたんですね、スクリーントーンっていう。それもこれを書くときはスクリーントーン引っ張り出して全部当時のままの手法でやりました。でこのコンプリート版っていうのはもう1冊出るんですけど、3冊目の、これは連載当時途中で終わってたんですよね、中途半端で。それの完結編最終回を書いたんですけど、それも同じような手法で昔のままのタッチにして書いたっていうのが、だからこのシリーズで2本新しい作品が入ってる。それを見比べてもらえるとなんか面白いんじゃないかなと思うんですけどねだから他のページとね見比べると分かる人は分かると思う、絵が違うっていうのが似せてはいるけど、やっぱりねちょっと洗練されてるからまあそれでもその全体そういうことを、全く読者はね、知らない人は知らないままでいいんだけど、その流れを壊さないようにはちゃんと調整はしてるつもりなんだけどね。ものすごく目のいい人はここだけ違うって思うとも思います。ちなみにこのカバーの絵もね、新たに30何年後に書き直したというか書き下ろしたもので、これはこれもそうですね、当時のタッチと今のタッチをこうの中間点をここだっていうふうに見つけるのが非常に難しかった、自分で。だから当時よりもさらに今の方がフランスの漫画のをいっぱい受けてるんで、例えばこういう壁の汚れとかね、当時はちょっとまだメビウスとか知らなかったから、今はこうメビウスを知ってしまうとこういうふうに書いちゃうんだよねこの空間を開ける書き方とか、フランスのコミックを見てなかったらちょっと発想がなかったからね。日本の漫画ってね、もっとこう
空間恐怖症的にこう書き込むのね、なんか空間が怖いんですよ日本の漫画家は。でもフランスの漫画家さんはこう空間の生かし方がすごくうまくて、それに一番影響を受けたかな、空間の書かなくてもなんかある感じっていうか、うん、どうしても今の方が年齢も僕も上がってるし、で技術も上がってるので、ちょっとこの頃は幼いんですよね、ちょっとまだ20代の頃書いてたから、あのこの荒々しさの良さっていうのはもう僕が多分なくしたものなんですよ今で。あの下手なんだけどいいっていうのが絶対こっちこの頃の絵にはあって、それはね再現できないんですね。だからどうしても今の技術が先に出ちゃうんで、やっぱりちょっとその大人っぽく見えるっていうのはうまく見えるということなんだと思うけどね。